二点一流天の宮幸和のちょっと気になる。はいどうも、二点一流の天の宮幸和です。二点一流天の宮幸和のちょっと気になるパート5ってことで、今回のテーマはバンドがライブハウスとの付き合い方についてお話ししたいと思います。本当にですね、ライブハウスっていうと我々よく身に染みで感じてるんですけど、今ね本当ねバンドブームじゃないんですよね。で今までの中でね、このバンドブーム出ないっていうのもそうなんですけど、まあこれについてちょっといろいろ考えてきたことなんですけど、まあライブハウスとかいろんな業界とかで、いろんな話を聞いてきて思ったことなんですけど、なんかねバンドはねライブハウスに依存してるんじゃないかなって感じるんですよね。というのも我々がいわゆる売れるっていうことについてどういうことかなっていうことを考えたときに、単純に生活ができるようになるってことなんですけど、それなかなかねうまくいってるバンドってあまりいないと思います。その代わりというか、よく聞くのが事務所って言葉なんですけど、まあ、これまたね次回にねつなげたいと思うんですけど、まあ、今回はねライブハウスについてってこと でライブハウスが活動してるうちは食べていけないっていうのは我々はそれちょっと違うかなと思っております。で考え方なんですけど、まず最初にどれぐらい稼ぎたいのってことだと思うんですね。でなんでかというと、ただ売れるただ売れるって言ってても、売れるって何っていう、これも単純にね稼ぐってことだと思っております。でじゃあいくら欲しいのって、1回のライブでどれぐらい欲しいのって聞いた時にね、本当漠然とした考えで具体的な数字って見えてこないですよね。とにかく稼げればいいとかね、赤字にならなければいいとかって、まあ、そういう言葉なんですけど、 でも、まあ、ここってすごく重要で、漠然としてるうちは思ったような数字は上がらないと思ってます。でここにね単純にね負けスパイラルに陥っちゃうのは、そこでライブハウスのブッカーとかに相談しちゃうと、いわゆる知ったか情報でバンドが迷走させられちゃうことがあるんですね。で集客が欲しいって言ってても、このブッカーとかって関係者って答えはとにかくねブッキングライブ出ろとか、他の箱に行ってねお客を連れてこいとか、それしか方法ないみたいな言い方してくるんですよね。で我はこれってねぶっちゃけね本当大間違いだと思っております。というのもね、都内のライブハウスってすでに大抵のバンドは出尽くしちゃってる感じなんですよね。でまあ、出てると分かるんですけど、新しい顔のバンドさんのとの交流より見知った顔ぶれのイベントが多くて、お互いのね本当にもう手の内がねある程度分かってしまってることが多くあると思います。でこれって単純にねファンも同じ顔ぶれになってしまうので、もう本当にねマンネリ化するイベントが多くなってきちゃうんですね。で自分もね自分たちも新しい一面を出していくならば、イベント自体も新しいイベントを探すのが一番だと思ってます。本当に吟味するっていう意味で、ただ誘われてその日出れるから出てみようかなではなくて、やっぱ出演者のラインナップとかそういう部分も結構吟味する内容だと思ってます。であくまでもライブハウスとの付き合い方っていうのは、ライブハウスっていうのはライブをやることに特化した場所と考えて、集客とかの部分においては我の経験上ね、本当そのいろんなブッカーとか店長とかと話した時に、あなるほどなっていう思ったことってねものすごく少ないんですね。みんな同じようなことしか言わないっていう部分で、まあ、そこをねやっぱり同じことをねみんなが言うから、じゃあ同じなのかな、そうなのかな、じゃなくて、やっぱ新しいことをどんどん取り入れていかないといけないと思ってます。でバンドはね、ライブハウスを見るときのポイントっていうのは、まず1、機材がしっかりしているかっていうことですね。2、事務的作業がきちんとできているか。3、スケジュールは更新されているか。4、スタッフの人数は足りているか。5、PA が外注でないか。6、施設内はきちんとメンテナンスされているか。7、きれいに整理整頓されているか。8、マンスリーは発行されているかなどが挙げられます。で、まあ、ちょっと一つ一つね、ちょっと説明していきますと、よくね、
定のね箱とかでよく見てしまうのは、一番のまず機材がしっかりしてるかっていう部分で、本当にねアンプとかでいじるとよくわかるんですけども、ガリ音がすごかったり、もうすごい音がね痩せちゃってて、もう本来の例えばマーシャルの音が鳴らないとか、ほんとガリ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 と雑音ばっかり鳴るようなやつだったりとか、変な風に羽織っちゃったりとか、まあ、この羽織に関しては、まあ、ギターにも問題があったりするかもしれないんですけど、まあ、本当にそういうガリ音とか、まあ、ここぞというばかりという部分で音がしっかり鳴ってくれなかったりすることもあるんで、そういうのはちょっと、まあ、気をつけてほしいなと思ってます。で、2番目の事務的作業がきちんとできているかっていう部分で、よく連絡事項で例えば2日前と本番2日前とかにタイムテーブルの変更とか、もう本当当たり前のようにね言ってくる箱とかあるんですけど、でも調べてみると結構1週間前ぐらいに分かってたり、もうこのスケジュール決まった時時点にもう分かってたりするんですよね。で、こういう事務的作業がちゃんとできてないっていうのは本当に致命傷だなって我は思うんですね。で、3番目のスケジュールは更新されてるかっていう部分で、よくライブハウスのホームページとか見てて、なんていうのかな、1ヶ月前なのにもう全然翌月の、スケジュールが全く更新されてないっていうものがあったりとか、いわゆるね、スケジュールこれから決まりますみたいな感じの雰囲気っていうんですかね、そういうのとか、まあ時間が曖昧だったりとか、チケットの値段が曖昧だったりとかで、まあね、これがあるんですけど、ライブハウスでスケジュール更新してもらうときに、一回例えば何月何日のスケジュールはこれにしてくださいって言ったときに、そこをね変更させない箱とかってあるんですよ。例えば、まあ前に自分たちの出番の前にオープニングアクトをかませたいっていう時に、例えば30分から1時間ぐらいは前倒しになってしまうんですけど、まあその帳尻合わせですら全然参加してくれないというか手伝ってくれないっていう、いやこれもう決まっちゃってるからとか、まあそんな感じで、もう全然、まあそれはね1週間前ぐらいだったら手直しできるはずなんですけど、まあ本当に、まあ2日前とかだったらね、それはもう主催者が悪いと思うんですけど、まあとにかくそのスケジュール更新の、ホームページとかのスケジュール更新とかですら、いわゆるいちいちめんどくさがるとか、で1回で決まったらもうそれ以上動かさないみたいな、まあ確かにそうっちゃそうなんですけどね、まあそういう柔軟な体制が取れてないっていうところも結構見られたりします。で、4番目のスタッフの人数は足りてるかっていうことで、これ、ね、よくあるんですけど、まあ、これもよくある特定のライブハウスなんですけど、受付とドリンクカウンターが一緒だったりするんですよ。で、これね本当マジやめてって思うんですね。まあ、いわゆる経営的な問題でねそうせざるを得ないとか、まあ、もしかするとそれなんかあったのかなって、まあ、例えば事情で、例えばバイトがばっくれちゃったとかね、なんか病気しちゃったとかって、まあそれはしょうがないのかなと思うけど、でもだったら例えば店長クラスでもいいから前に出てこいやっていうふうに思いますね。で、5番目の PA が外注でないかっていうのは、常に各箱でいわゆる常駐っていうのがね主流かどうかはちょっとわからないんですけど、まあPA の人が毎回毎回変わるとバンドのサウンドがめちゃくちゃ変わっちゃうんですね。で、やっぱこっちもバンドなんで、まあやっぱり、うん、毎回うちらのことを分かってる人にやっぱやってほしいっていうのが正直な意見で、コロコロ変わるようなね箱だったらちょっと我はちょっと嫌ですね。まあ例えばまあその人が担当の人がお休みでっていうんだったら仕方がないかなっていう、ただそのでも他のメンバー、スタッフが分かっててくれてるからある程度のことができるっていうのが一番いいんじゃないかなっていう思ってますね。で、6番目の施設内のはきちんとメンテナンスされてるかっていうことで、前ね以前出たことあったんですけど、入りした時に床がね多分ジュースかビールかなんかなんですけど、ベッタベタだった時があるんですよ。で、ほんとね、うわ切ったねとか思ったり、本当にね何やったのこれっていうような感じの箱があったんですね。で、なんだろうな、
まあ一番はね、やっぱりトイレの問題とかかな。やっぱトイレ汚かったり臭かったりね、あの扉が閉まんなかったりとかね、何考えてんのっていう思うような、まあ箱って結構ちらほら見受けられますね。でそういうとこってやっぱりそこいうとこにお金をかけられないっていうのは、単純に売り上げがちゃんと上がってない、もしくはなんかもう本当にお金のかけ方を間違ってるんじゃないかなって思うようなことがあるんで、まあそういう、もしね自分たちがそう思うんであれば、あのあまり出る価値ないんじゃないかなと思います。だけど我々はそこ場所を借りてファンを、お客さんを呼ぶわけじゃないですか。自分たちがそう思うって思ったら、やっぱお客さんは絶対もっと思ってると思うんで、そういうのはちょっとね気使うべきかなと思います。あのタバコ臭い、ヤニ臭い、酒臭いねのがねライブハウスかって言ったら、もうそんなのはっきり言って、ね、時代遅れの箱だと思ってるんで、やっぱ本当に、ね、ある程度の清潔感は必要ですよね。あのそういう部分を気使える、まあ、うん、箱のスタッフである、あることがやっぱり一番、うん、望ましいんじゃないかなと思っております。で奈良の、綺麗に整理整頓はされているかっていうことで、よくねあの楽屋で、バンド以外の機材っていうんですかね、まあ、置く場所がないって言われちまえばそこまでなんですけど、まあ、そこの場所ぐらい確保しようよみたいな、楽屋は楽屋なんだからって言って、まあ、楽屋のね荷物とねバンドの荷物がねもう同じぐらいとかね、もう楽屋に置いてあるその荷物がめちゃくちゃ多かったりする時があるんで、それもちょっとどうなのって思いますね。まあ、うん、広いがあの楽屋だったらいいんですけど、まあそう広い楽屋ってそうそうないんでね、もう本当都内だったら数えるぐらいしかないんじゃないですかね、広いなと思うようなところなんてね。で8番目のマンスリーは発行されてるかっていうのは、毎月毎月ね、そのライブハウスのライブハウスの、スケジュールというか、うん、まあ、スケジュールですね、本当にが更新されてるんですよと言われる、なんていうのかな、パンフレットっていうんですかね、みたいのがちゃんと更新されてるかっていう部分と、あとそのマンスリーの表紙とかね結構見るといいですね。同じバンドが出てないかっていう、まあ、いわゆるちゃんと評価できてるのかなっていう、よくね箱のねスタッフがね気に入ってるバンドだからってね、1年のうちに6回ぐらいねそのバンドしか出てないっていうマンスリーが時々あったりするんですね。もう本当に箱番なのかっていうぐらいね、そういうのがあったりするんで、そこもやっぱり、まあ、せいぜいねやっぱりね半分以上埋まってるマンスリーじゃないとやっぱり良くないんじゃないかなっていう。しかもマンスリー出てない箱とかもありますからね時々、まあ、そういうのはちょっとね気をつけた方がいいと思いますね。まあその分バンドが早く早くスケジュールをどんどん抑えてくるのが一番いいんですけどね、決まってるスケジュールだけでもね本当にどんどん決めていってくださいっつって、うん、まあそういうところですかね。まあ今8つほど挙げさせてもらったんですけど、まあ、ね、少しでもねよりよくねライブ活動をするためには、ライブハウスにはライブハウスの業務をきちんとやってもらって、バンドはバンドのやるべきことをきちんとやることが大切だと思ってます。というわけでね、本日はねバンドがライブハウスとの付き合い方についてお話しさせていただきました。ね、2.1 天の宮駅風のちょっと気になるでは、こうやってねバンド始めたいとか、バンド今やってんだけどちょっと行き詰まってんだなっていう、もしねご意見ありましたら、もう本当にこちらの、ね、メッセージとかでも全然コメントでも受け付けてますんで、よかったらね質問バシバシしてください。案外ね結構答えられるんじゃないかなって思ってます。それプラス我がねちょっと気づかなかったこともね知ってみたいんでね、もしよかったらコメント欄にコメントお願いします。ではお疲れ様でした。2.1 の天の宮駅風でした。バイバイ。